宇宙世紀元年、人類宇宙移民を開始、宇宙世紀に移行、宇宙世紀0058、サイド3独立宣言、ジオン共和国樹立、宇宙世紀0059、地球連邦政府サイド3への経済制裁発動、宇宙世紀0069、ミノフスキー粒子が確認される、ジオン公国宣言、宇宙世紀0078、ジオン公国国家総動員令を発布、そして宇宙世紀0079、ジオン独立戦争、その戦場に次々と配備され、宇宙世紀に名を残していったジオン軍兵器たち。しかしその陰には、表舞台に立つことのないまま闇に葬られていった兵器もまた数多く存在する。第603技術試験隊、その任務は新たに開発されたジオン軍の試作兵器を戦場において運用評価することにある。完全な人間がいないように、完全な兵器などない。この第603技術試験隊は開戦直前に慌ただしく編成されたゆえに、集まった人々は様々な問題を抱えている。ここに送られてくる試作兵器のように、これは歴史の闇に埋もれた兵器とその人々の物語である。ついに開戦を決意した我々は、一刻も早く最前線に新兵器を送り出さねばならない。は、技術本部長。そのためには新しく編成される第603技術試験隊による試作兵器の状況における実践試験が急務となる。期待しておるぞ。は。すまんな、オリバー・マイ技術中尉。君たちのような大学を出たばかりの技術士官を魔女の鍋に放り込まねばならんとは。は？603はシチューのようなものだ。軍属の運航する船、技術情報課、技術試験課、さらには目付役として総帥直属の特務隊も乗り込むと聞く。特務隊？2階級への中佐扱いですね。技術の価値、これは人が決めるものなんだよ。真に価値のある技術は正しく評価されるものと信じております。うん。では初の任務として603にこれを託す。これは試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド、連邦主力艦をその射程外から狙い撃つ大じゃ。ヨルムンガンド。第603技術試験隊は試験支援艦ヨーツンヘイムに座礁、パプア輸送艦と会合し、ヨルムンガンドを収容した後ルーム中域へと向かう。はっ。
攻撃を開始してくれ。攻撃開始だ、急げよ。うわー、バカな、ちくしょう、クソってるか、ちくしょう、こんなところで。
宇宙世紀00791月15日我がジオン公国軍と地球連邦軍の双方はサイド5通称ルームの中域に駒を進めた。後にルーム戦役と呼ばれる宇宙海戦である。この作戦に際しジオン側は巧みな罠を仕掛けたとある情報をまことしやかに流したのだ。ジオン公国はブリティッシュ作戦の不満足な戦果に鑑み、第二次ブリティッシュ作戦を決行すべくサイド5に艦隊を集結させると。この情報に海戦以来ルナ2に兵属していた連邦艦隊もついに決戦を決意。そしてヨルムンガンドも眠れる大蛇がついに牙を剥くのだ。冷却剤の確認はできているな。発射体制用意。発射体制よし。初弾装填。初弾装填。さあこいつでどうだ。
この場を譲られたし、モビルスーツの襲撃は作戦計画にのっとった行動なり、シャア・アズナブル注意。試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド技術試験報告書。ルームにおける艦隊決戦に際し、ヨルムンガンドはその砲弾を放てり、うち一撃は敵マゼラン級を轟沈せしむ。その威力抜群なり。しかれども間接射撃指示未到着ゆえに、艦隊決戦の決定的な打撃となり得ず、アマスさえ実戦運用せるアレクサンドロ・ヘンメ大尉を失ったことは、603技術試験隊にとって遺憾である。仮に同時投入された他の機動兵器と同様の信頼を得ておれば、結果はおのずと異なった可能性は残される。宇宙世紀00791月17日、オリバー・マイ技術注意。ヨルムンガンドは以後どの戦場においてもその姿を確認されていない。宇宙世紀00793月1日、ついに地球への第一次降下作戦が開始。地球連邦軍の脆弱な戦力はモビルスーツの前になすすべもなく、ジオン軍は各地で破竹の快進撃を続ける。ジオン総帥府は遅くとも8月には地球全土を掌握できるものと発表した。しかし現実はそう甘くはなかった。電撃的な進行を見せたジオン軍の地球降下作戦は、およそ2ヶ月で地球上の3分の1以上をその勢力下に置く。だがその広がりすぎた戦場はジオンの補給線の維持をも難しくするのだった。戦争の様相は物資を限りなく消費し続け、国力の乏しい公国にとって物資調達は深刻化する。
こうした状況下に広告軍上層部は、一見無駄と思えるプランであっても無理やり採用する傾向を強めていく。そしてそのプランの一つが、過去に行われた主力機動兵器の選出トライアルにおいて不採用になった兵器群の投入であった。地球降下 YMT-05 試作モビルタンクヒルドルブ603はこれを受領後、地上試験を実施せよ。お言葉ですが、その機体は2年前に全ての評価を終えております。確かに軍不採用の烙印を押された悲しき狼であるな。では今さら何を。ヒルドルブは地上試験終了後そのまま現地配備とする。回収の必要はない。それではまるで、いえ、応急現地改良にも限度が。知っての通り、地球侵攻作戦は国民に喧伝されているほど順調ではない。むしろ果てしなく物資を飲み込む泥沼に、我々は、これは上層部の決定なのだよ。あるものは何でも使う、なりふり構わずだ。603も僕たちも同じなのか。遠吠えは落日に染まった。
Thank you.
くぜ。そこを動くなよ。ザコめ、くたばりやがれ。ザコめ、戦いを甘く見るなよ。ダメだ。試作モビルタンクヒルドルブ技術試験報告書。我が603技術試験隊は
去る5月9日ヒルドルブの地上試験を実施せり、しかれども敵コマンドとの遭遇により対モビルスーツ戦闘へと発展せり、この戦闘において試験パイロットデメジエル・ソンネン少佐は複数の MS-06J と交戦、そのことごとくを撃破し試験任務を全うす。戦闘は我が試作兵器を損失するも、それ以上の戦果をもって過去の不採用評価を払拭せしめたものと信じる。宇宙世紀00079、5月11日、オリバー・マイ、技術注意。宇宙世紀00071、ジオン公国は来るべく地球連邦政府との全面戦争に対し新たな兵器を欲していた頃、トレノフ・ Y ・ミノフスキー博士によってミノフスキー粒子の有用性が実証される。ミノフスキー粒子、極めて強力な帯電性質を有した粒子であり、この粒子を領域内に散布することで電波や赤外線、また放射能などの拡散・吸収を行うことができる。さらには領域内での散布量が絶対値を超えると誘導兵器やレーダー系が使用不可能とする影響を与えることもできた。この技術に着目したジオン公国はミノフスキー粒子散布下における新機軸の兵器開発に着手。それがモビルスーツであった。モビルスーツの開発は休止となり、そのためジオン軍上層部はジオニック社やツイマット社などの民間企業をメーカー競合させるという開発体制を取る。激しい機動兵器の選出トライアルの結果、ジオニック社の YMS-05 ザク1が正式採用化され、それを機にジオン独立戦争に向けての各企業のモビルスーツ開発競争は次第に本格化していくこととなる。そしてその陰には表舞台に立つことのないまま闇に葬られていった兵器もまた数多く存在していた。おめでとう、地球連邦軍の諸君。我が総帥府はついに連邦軍もモビルスーツ開発に成功したとの情報を得た。だが喜びに沸く諸君らに、我々は悲しむべき事実を突きつけねばならない。兵器局発表。我々は主力モビルスーツザクをはるかに凌駕する新型機の開発に成功した。 EMS-10 ズナである。我がジオンの技術力を結集したこのズナの前に、連邦軍モビルスーツは屍を晒す運命なのだ。以上のように EMS-10 の試験は極めて順調です。しかし本部長、これほどこのモビルスーツが宣伝されるとは思いもよりませんでした。プロパガンダであるな。せざるを得んのだ。は？今や地球での戦局は悪化の一途をたどっている。情報によれば連邦軍はオデッサへの大反攻作戦を企図しておるようだ。そんな、万が一この戦いに我が軍が敗れるようなことがあれば、ジオンは地球における最大の拠点を失い、そして二度と失地回復は。そのためにも我々はEMS-10 ズダを一刻も早く戦線に送り出さねばなりません。だがズダはかつて EMS-04 と呼ばれていた頃、試験飛行中に空中分解事故を起こしている。結果ザクワンとの正式化競争に敗れた。しかしその後の改良によって機動性を保持したまま耐久性の確保に成功しております。現在ズダは EMS-10 と呼ばれるように
全く別の機体といっても過言ではありません。我々の本分はプロパガンダではないと。本分？機関は本分のみで責務が全うできると考えるのか。注意、手土産にこれも見ていきたまえ。これは？それは我がジオン兵士が決死の覚悟によりサイドセブンに侵入し撮影した連邦軍 V 作戦である。これが連邦軍のモビルスーツ。ショーザー。
そ、俺だってやってやる。ちょっと俺以外にも狙う相手はいっぱいいるだろう。当たってくれ。号令、戦闘態勢。各砲座撃ち方用意。操縦系と注意、そしてヨウツンヘイム、聞こえるか。モビルスーツズダはもはやゴーストファイターではない。この重大な戦局で確かに戦っている。この独立戦争に厳然と存在しているのだよ。この歴史の真実は何人たりとも消せない。宇宙世紀00079、11月10日、ジオン公国総帥府はオデッサ鉱山地帯の放棄を発表した。ゴーストファイター、それはいつの世にも存在し人知れず消えてゆくもの。宇宙世紀00079、11月12日、僕はこの度技術注意として報告の術を知らない。図らずも遭遇してしまったこの幻をどう評価すべきなのかを。南米ジャブロー、アマゾン川流域にあるとされる地球連邦軍本拠地であり、公国軍にとってはジオン独立戦争開戦時からの第一攻略目標である。なぜならこのジャブローは基地施設だけではなく、モビルスーツや艦船の工場、艦隊クラスも停泊できるだけのドック、そして参謀本部までも備えており、名実ともに連邦軍の心臓部だからだ。それゆえにここを陥落できれば連邦軍そのものも崩壊させることができるとまで言われる。しかしこの難攻不落の要塞を目前にして、敗戦を重ねてきた公国軍はオデッサでの戦闘後、徐々に地上での戦闘活動の継続が困難となり、戦局は空へと移っていった。そして宇宙世紀00079、12月、戦場が空に移りゆくさなか、我々603に新たな任務が与えられた。ジャブローから空へ向けて打ち上がってくる地球連邦軍の艦隊戦力を高高度から抑止し撃墜する。
衛星軌道上からの大気圏突入、そして降下姿勢のまま地上の標的に対して奇襲攻撃。そうだ、もはや戦局は603技術試験隊に対しても試験ではなく実戦を要求していた。だがたとえこの技術が未来へつながることがなくとも、私はこの目で見、評価を下そうと思う。技術が多くの人々を助ける未来の扉だとするなら、評価はその未来への扉を開く鍵だと私は信じているから。
さんも言っていた。森は獲物の目を覗き込めるぐらい引き寄せてから放てってな。海は気まぐれだ。最後まで勝負は分からねえ。落とすぜ。鳥は獲物をよく引き寄せてから放つもんだ。こうせよし。畜生。結果、マゼラン級1、サラミス級3の撃沈を確認しました。遺憾ながらベルナー・ホルバイン少尉の消息は確認できてません。じいさんと同じ海で死ねたんだ。うん。艦長、調査の件ですが、少尉のおじい様は海で亡くなってはおりませんでした。サイド3の病院のベッドで。彼にとっておじいさんは海で死んだ。それでいいじゃないですか。心の海だ。海は見えたか、海兵。モビルダイバー技術試験報告書。今回の試験運用において、モビルダイバーおよびそれをコントロールするゼーゴクはジャブローに対し成層圏より突入を実施する。しかれど転用ないし急増兵器なるがため、我が603は多くの技術的課題を露呈せり、それらはひとえに高度な操縦技術を要求されるパイロットの奮闘に一任されたり。その点においてはベルナー・ホルバイン少尉は特異な才能を発揮、よく任務を全うせり、
オシムラクは戦場が宇宙へと移行しつつある状況下にあって、そも今回の評価試験の意義についてご再考切望する。突入したまま帰らぬ勝利のために。宇宙世紀00079、12月7日オリバー・マイ技術注意。わずかな、ほんのわずかな時が過ぎた。しかしその間にも地球を後にし、そして今宇宙要塞ソロモンさえも我々は失っていた。宇宙世紀00079、12月24日のことである。まもなく戦いの舞台は月の裏側へと移行するだろう。地球からは見ることのできないサイド3、連邦軍艦隊はジオン本国を目指すことになる。この進行作戦が星1号作戦と呼ばれたことを僕は後に知った。立ちはだかるは宇宙要塞アバオア空と月面基地グラナダ。連邦の艦隊が次に狙うのは果たしてどちらか。MP02A 駆逐モビルポットオッゴ。戦局逼迫に伴い我が技術本部が優先開発した機体だ。規制の武装を利用し緊急量産の結果、かろうじて決戦に間に合ったわけである。603はこの機体の評価試験を実施せよ。本部長、オッゴを実戦に使うのですか？いや、オッゴはいつの間にか正式化されてしまい、もはや試作機ではありません。その通り、機関の任務は試作兵器の評価試験であったな。ならばなぜ、すでに量産が決まったこの機体にどのように評価せよと？決戦なのだよ。この時局に際し我々は何をなすべきか。これにて全ての試験体はアバオア空近海へ出払うことになる。オッゴの評価試験には可能な限りの支援はする。そのための補助兵器も間に合えば送る。間に合えばな。補助兵器？ソースイフは連邦の次なる目標をアバオア空であると判断。総力を持って防衛の決意を固めた。そして各艦隊には参集の命が下った。我々603にさえも。
いつ、こいつ、この味方の船に捨てられたんだぞ。何が、何を今さら。駆逐ポッド、オッゴの戦闘記録は直ちにアバオワ空防衛司令部へと報告された。その頃、地球連邦軍はソーラレイによる甚大な損害にもかかわらず星1号作戦の強行を決定していた。
ビーム拡散膜は極めて有効。しかしジェネレーター出力配分にふらつきを認む。これはひとえにパイロットの技量不足に起因すると思われる。引き続き記録を続ける。戦いは果てしなく続くように思えた。しかし僕がこれまで見守ってきた戦いがそうであったように、実際にはほんの一瞬の出来事なのだろう。間もなく爆発の渦に包まれ燃え尽きる運命の魂であっても。待たせたな、ひよっこども。世話は焼いても世話を焼かれるのには慣れていないか、舞。向こうから来てくれれば。
宇宙世紀00179 12月31日、宇宙要塞アバオワクーにおいて繰り広げられたジオン公国と地球連邦の最終決戦も佳境を迎えようとしていた。ソーラレイの発射によって優位に立ったと思われたジオン公国軍だったが、戦火の中でギレンザビ総帥閣下をはじめとする司令部が倒れたことにより指揮系統は乱れ、その隙を連邦軍に攻撃される形で大勢は一気に劣勢に立たされることとなる。予備戦力のないジオン公国軍にとって一度崩れ始めた体制の立て直しは不可能と言えた。数はあるものの、熟練不足の学徒動員兵の投入だけではこの窮地がしのぎきれるはずもなく、敗色は濃厚になり、もはやこれまでと判断した部隊は次々と戦場から離脱を始め、そしてアバオワクーは陥落した。それを私は技術試験官としてではなく、パイロットとして見つめていた。兵器たちが破壊され、多くの戦士たちが散っていく中、私も敵の命を奪うためその引き金を引いた。この日、この戦場で見たものを私は決して忘れないだろう。宇宙世紀00801月1日、この戦いの後、技術中尉としての任を解かれた自分なりにこの独立戦争を駆け抜けてきた私が見つめた様々な兵器には戦士たちの業が宿っていた。そして過ぎ去った多くの男たちの思いは私の人生の道しるべとなるだろう。彼らの物語をこれで終わらせはしない。たとえジオンの旗が永久に消え去ったとしても。